そんなの子供の教育に良くないとか言うもんだからみんな火がついちゃった。コミュ障とは一つ。ずいぶん長く喋ってたわね。ご先祖様にちゃんとご挨拶。あらあらあら、ゆうこさん来た。ちゃんと面濃くなって。恥ずかしがってるね。おばあちゃんにご挨拶してらっしゃい。コミケでは最近の生活やな。ありなさい。しょう。ただの人々ってのはおばあちゃん許さないよ。今日ってお前…浴衣着てきてね。あ、ちょ…それと言われた…ので、大丈夫ですよ。馴染みのやつ、コミさん来るって言えよな。ああ、今日の夏祭りの約束がサウザンドブッキングしちゃってさ。サウザンド…あ、どうしたんですか。いや他にも人いるし。はーい、久しぶりね。みんなやだの負けるよ。今日はこの射的で。きれいにできると景品などと交換できる。あ。お先にどうぞ。あれ、書くもの忘れちゃったんですか。肩抜きめっちゃうまくできた。僕じこん。明らかに他のより経年劣化している。この中で一番ボロボロな紐。とはないよ。こっちも商売だ。正々堂々やるのが筋ってもんさ。表情、肝っ玉の小さいやつはここで無表情の方の紐なんか選べやしないよ。まあ、無表情の方も外れ。コミさんは何してても絵になるな。再び相まみえようぞ。コミさんに何させるつもりなんだこの人。僕がカメラをあげるよ。コミさん。すごい人ですね。コミさんが僕の家に。コミさんがただの世話になっております。妹のただの瞳です。何分部屋が一緒なもので。もしかしてお兄ちゃんと。お兄ちゃんちょっと。ん、実は夏休みの宿題が何一つ終わってない。もう僕に石を投げていいのは宿題が終わったやつだけだぞ。もちろん終わってるわよ。けどお兄さんたちは暇ですよね。嫌いじゃない。あ、偉いですね。今年の夏ももう終わりだね。くね。コミさん転んで怪我しちゃったよね。膝はもう治ったの。あ、今度はそうします。夏祭りも行ったね。そういえばただのくん肩抜きでもらった。はいはい、じゃあ無駄話してないでやるぞ。
Thank you.